こんにちは。まあブルマにしてもスクール水着にしてもね、そういった女の子を性的対象として見るのはよくありませんって声がありますよね。でも実際そのサービスを提供してるのは誰なのかなって考えていくと、あの YouTuber とかでもね、なんかセクシーな格好でされてる YouTuber さんいらっしゃいますし、アクセスのためなのかどうか分かりませんけども、なんかねすぐにチラチラするような感じでねやってらっしゃる方もいらっしゃいますし、なんか谷間が見えるような感じでやってらっしゃる方もいるし、別にそれ誰かが頼んだわけでもないのに、誰かに強制されてるわけでもないのに、女性自身がそういう風にしたりとかね、なんかいろんな事情があるにしてもどうなんでしょうかね、これはね。まあそういうところに結局性的なニーズってのはあるわけですから、なんかね男性の弱いところをついてくるなーって気もするんですよ、そう考えたら。でも逆に言うと女性は女性で、あのもしかしたらお金がないみたいなね、弱いところを突かれて自分も弱さを商品にしないといけないみたいなところがあって、なんかアコギな食物連鎖って気がしますね。あの東横キッズ問題っていうのがあるわけですけども、東横キッズの女の子たちもいろんな事情があるんだけども、聞いてみると、まあ、ホストにハマったとかね、ホストに貢ぐためとか、ホストのあのツケがあるからそれを払うためになんかいろんな薬物とかね売春に手出したみたいなことをね証言されてることが多いみたいなんですよ。でもね、反対側ではお金持ちとされてる方は意にそぐわないようなね、あの性関係をやらなければならないってこともないし、なんか安全なところでぬくぬくとね暮らしてて、それこそ綺麗な手のまんま過ごしてらっしゃるんですよね。それでなんかそういう東横キッズみたいなニュース見たら、あらひどい事件があるのね、はいじゃあ私たちはお仕事お仕事みたいな感じで、同じ国に住んでいながら違う現実を見てるんですよね。片方では綺麗な服を着て、なんかねおしゃれなレストランに通って車でハイヤーで移動みたいな暮らしを送ってて、で6月1日に辞職した人にも退職金が出るみたいな人もいたりとかね、だいたい1年も勤務してないのに何の退職金が出るんだよと思いますけども、まあね日本の偉い人の子供に生まれた親ガチャ成功みたいな感じですか、最近の言葉で言ったら。でも同じような年代の方、もしくはそれよりも下の年代の方が食うに困って家庭環境に恵まれずに苦しい人生を送っていると。で権限を持っている人はその権限を振るわずに、権限がない人は権限に翻弄されていくというね、なんとも早ということでございます。何なんでしょうね、まあ、改めて申し上げますけども、人間社会も食物連鎖ということで、東横キッズ問題はどこに行くんでしょうか。お疲れ様です。